ジャン君、おはよう。朝から猫ジャスリです。まだ6時半になったところですが、猫ジャスリ要求結構毛が取れそうだからブラシの方がいい。今日は、この地域のですね、譲渡会の、があるそうなのでちょっと行ってみたいと思うんですが、実は仕事の方が少し難航している部分があってですね、午前中にそれが解決したら30分ぐらいかな、行っても特に何もすることがないので、どういうことをしているのか、どんな考え方をして、そんなことはあれかな、というのを見ていきたいと思います。実際行き帰りを入れて1時間くらいかな、で戻ったらすぐまた仕事しないとということですね。天気も良さそうなので、また暑いかな、もうこの時間で結構暑い感じになってる。さあこれ、これからからからすげえ。ちょっと待って、かけるかな。おお、こんなです。いっぱい取れる、よいしょ。あとはポンちゃんも取れそうだな。ポンちゃん離れたね、ごめんね。いっぱい泣いたかどうかは知らないんだけどね。目が覚めたら泣いたよ。廊下に出て泣いてたの。それ気がついてなかったと。すごい取れますけど、ちゃんくん。取れる時期だね、ちゃんくん。いっぱい取ったらすっきりするね。お腹も出してみ。
すごい、あの、うん、袖についちゃう。袖に。こっち側に。すごいね、これ。コロコロで取らないとね。無いですか。ポンちゃんのブラシしよう。はい、移動しないで。はいはいはい。ここにじっとしてください。じゃあ移動しちゃうから。はい、いいよ、ここだよ。すかさず取らないと。よいしょ。おっ、ポンちゃんの毛が少し乾燥気味なのかな。ジャン君や。おお、あららら、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。あらら。よっ。移動された。じゃんけん。